レティムノ、またはレシムノンはギリシャのクレタ地方のレティムノ県の県都であり、人口は4万人である。レティムノは古代都市リティムナとアルシネにあたる。古代には独自の効果を鋳造していて、今日ではその効果の一つである。二頭のイルカが掘られた効果がレティムノの師匠に描かれている。レティムノはベネツヤ共和国にクレタ島を征服され、イラクレオンと ハニアの間の商業基地となり、市教座が置かれた時から発展を始めた。現在の旧市街地であるパリアポリ地区のほとんどはベネツィア人によって建設されたのである。今ではクレタ島の中で旧市街がよく最も保存されている場所の一つとなっている。レティムノには古い建造物が残存しており、ギリシアローマ、東ローマ帝国時代のアーチ門や石の階段、 ベネツィア共和国時代の小さな港や狭い路地、16世紀に建設された街並みなどがある。ベネツィア回廊には、現在、文化省の案内所が立地している。毎年7月の初めには、ワインフェスティバルが開催される。また、11月7日と8日には、破壊されたギリシャ正教会のアルカディ修道院をしのぶ祭りが開催される。また、ベネツィア人に建設された、 ホルテッツァと呼ばれる、クレタ島最大の城がある。他にもネイラツェモスクやメガリポルタ、リモンディ広場などの遺跡がある。現在のレティムノの収入源は、観光収入であり、オリーブ油や地中海地方の名産品を生産する大規模な農業施設などが、過去20年間で建設された。また、レティムノには、クレタ大学の大学図書館などが置かれている。レティムノ港、 ありがとうございます。